はいえー、皆さん、こんにちは。えー、マイクロソフトの安納でございます。よろしくお願いいたします。えー、このセッションではですね、エントラ ID の理解を深めようパート1ということで、ID のライフサイクル管理についてですね、お話をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。えー、まずですね ID のライ、ID のライフサイクルとはというところをですね、えー、おさらいしておきたいと思うんですけれども、えっ、ー、と、あの、ま、入社してからですね、退職するまでの間というのはですね、この様々なこの ID の変更 変化というのがあるわけですよね。え、ID の作成から始まり、え、ID に対してアプリケーションに対するアクセス権を与えたりですとか、ID を有効化したり無効化したり、もしくはその間にですね、人事異動なんかがあって、アクセス権を変更する必要があったりとかですね、最終的には退職に伴い、ID を無効化して削除するといったようなですね、まあ一連の流れがあります。これをですね、ID のライフサイクル管理というふうに呼んでおります。まあさらにですね、まあこういった変化、変遷というものをきちんと行われているかどうかと、 行われてるかどうかということを監視する仕組みというものを当然必要になってくるわけですねこういったものをまとめてライフサイクル管理というふうに呼んでおります この ID ライフサイクル管理の中でですね、抱えがちな課題というものがございます。えー、まあ、それ何かと言いますと、ただ一つは ID のプロビジョニングですね。まあ、人事システムを厳選としている ID のプロ,ビジョプロビジョニングをどのようにして効率的に行うのか。えそれから人事異動に伴う権限の割り当てをどのように効率的に行うのか。そして、えそれらのプロセスが適切に行われていることをどのようにレビューするのかということですね。で、まあ、多くの場合ですね、こういったことというのは、ま、人依存であったりですとか、まあ バータリ的な対応というのが多いのがまあ現状かなというところなんですねで。そこでどういったことが求められるのかというとですね、やっぱりこのプロセスの信頼性、これを高めていく必要があるよねということをですね、そのガバナンスが効いた状態にするという必要があるとで。これをイベントドリブンなライフサイクルワークフローと書かれておりますけれども、まあ、イベントというのは入社ですとか、移動ですとか、退職といったようなさまざまな会社、会社員としての社内におけるさまざまなイベントですね。それに伴ってワーク この ID のライフサイクルのワークフローを自動的に回していくといったことがです、ね、求められているということでございます。 で、こういったことをですね、可能にするためのアーキテクチャというものはですね、どういったものがあるのかというところをですね、見ていきたいと思うんですけども、まあ、このセッションにおきましては、このライフサイクルの中で、まあ、権限以外の部分ですね、ID を作ったりとか、ID を削除したりとかというところにちょっとフォーカスをしましてですね、アーキテクチャを解説していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、アクセス権の管理に関しましては、この次のセッションですね、えっ、ーえー、と、権、特権のライフサイクル管理というセッションがありますので、 そちらで詳しくまたお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、でこの ID のですねライフサイクル管理を効率的に行うためのコアの仕組み。 というものがあります。それが何かと言いますと、この中央にありますエントラ ID プロビジョニングサービスと呼ばれるものをですね。初めて聞いた方もですねいらっしゃるかもしれません。これがですね、まあ、言ってみれば ID のハブになります。このデータソースと書かれているところ、これがですね、まあ一般的に言えば人事システムということになるんですけれども、まあ、も場合によってはですね、人事システムというきちんとしたものがなくて、まあ、例えばそうですね CSV で管理していたり。 単純に SQL サーバーで管理していたりとかということもあると思うんですがいず,れにしてもいずれにせよ何らかの源泉というものがあるわけですよね ID の源泉となるものがありそれがこのプロビジョニングサービスに入ってきてここをハブとしてさまざまなところに同期されていくと。 いうような流れとなっております。で、この同期先といいますのは、まあ一つは代表的なものとしてエントラ ID というものがありますし、オンプレミスであればオンプレミスのアクティブディレクトリというものも当然あるわけなんですが、まあこれ以外にもですね、アプリケーションに同期をするっていうことも当然ありますね。あの、よくある、えー、とサムルのアプリケーションというのは、えー、独自の認証基盤を持ってますから、その認証基盤に対して、例えばエントラから同期するみたいなことをやったりしますよね。えー、そういった時にもこのプロビジョニングサービスというものがですね、えー 役割を果たしてくれるということになりますし、オンプレミスにも当然アプリケーションがある場合が多いと思います。まだなかなかですね、オンプレミス完全に撤廃できているという会社さんは少ないと思います。そういった場合には、オンプレミスにある、例えばアクティブディレクトリーとは独立した認証基盤を持つアプリケーションなんかの場合には、やっぱり ID を同期する必要があると。 いうことになるわけですよねこういったものをですね中央でハブとして機能してくれるのはこのプロビジョニングサービスと呼ばれるものなんですけれどもこのプロビジョニングサービスを呼び出すためにはこの手前にありますこれです API ドリブンプロビジョニングエンドポイントと呼ばれるです、ね、API を叩いていただくと。 ということになるわけですね。これがですね、まあ公開されておりまして、これに関してもうちょっとですね、お話をしていきたいと思っておりますが、この API ドリブンプロビジョデングエンドポイント、ここの部分を拡大するとこんな感じになります。大きく分けますと、エンドポイントというのは2つに分かれています。1つは エントラ ID に対するエンドポイントもう一つはオンプレミスアクティブディレクトリーに対するエンドポイントというふうに二つに大きく分かれているんですねでこれらの API を叩くことによってプロビジョニングサービスによってエントラ ID であればエントラ ID に行きますしオンプレの AD であればオンプレの AD に行きますよといったような、まあ、こういった動機をすることができるんですけれどもただ一点注意が必要なのはですねこの動機のプログラムこれはですね 作っていただかないといけない。 ですね、同期のプログラムは作っていただく必要があって、そのプログラムというのは、API 叩くだけですから、あのどんな言語でも構いません、なんでしたら、パワーシェルでも全然構いませんし、Python でもいいですし、ロジックアップでも構わないと、いろいろ言語はありますけれども、な、まあ、何でも結構ですということですね、この API が叩けるようにプログラムを作っていただければ良いということですで、オンプレミス側にあるデータソース、ここからデータを読み込むということですね。ななのののでででで初期期期登録であれば一括で全部を同期するるとといううことににししょうしその後定期的に回す のであれば差分を検知ししてて同期いいくということととににおそらくくななっていいだろうというここりますでこの API ドリブンプロビジョニングエンドポイントと書いてありますけれどもこちらですね、マイクロソフトエントラのギャラリーですね、エンタープライズアプリケーションというページがありますけれどもこちらのエンタープライズアプリケーションですね、こちらの中にあるすべてのアプリケーションからギャラリーというものを生み出すことができますけれどもギャラリーの中にですね、2つ API が提供されています。 この左側にあるのがエントラ ID 用の API。右側にあるのがオンプレミスアクティブディレクトリ用の API ということになります。で、これをですね、エントラの方にま登録していただくわけですね。登録しますと、まあ、こんな感じの画面を見ることができます。こちら何か、何,何かと言いますとです、ね、ちょっと拡大しますね。少々お待ちください。この部分を拡大しましょう。よいしょ。 はい。え、こちらご覧いただきますと、え、上の方にですね、オブジェクトのアクションとありますと、作成、更新、削除ですね。まあ、プロビジョニングに必要な、えー、まあ、イベント、あの、メソッドといいますか、え、ものが入っているというのはわかりますよね。それから重要なのは、その下にある属性マッピングですね。あの、例えば人事システムの方で、人事システムの方で定義されている属性と、えー、エントラー D とかオンプレミスのアクティブディレクトリで定義されている属性というのは、当然属性名が違う可能性があります。ですので、そういったもののマッピングをする仕組みというものが ここで用意されているということですねですのであの先ほど同期プログラムは絶対作る必要があるんですよというお話はしましたけれども同期プログラムとともに属性のマッピングを皆さんで管理していただく必要はプログラムの中で管理していただく必要はないということですねプログラムの中で管理するのではなくこの画面を使ってマッピングは管理するということですですので人事システムが変わらなければですねあのプログラムの方を変えてもその属性のマッピングというのはこの画面の方で一元管理する することができますので、まあ、必要最小限の同期プログラムを作っていただければ OK ということになるわけですね。はいよいしょでまあ、実際にエントラ ID との同期のところをです、ねまあ、流れを見てみますと、まあ、エントラ ID の場合には先ほどお話ししましたようにこのトゥエントラ ID というエンドポイントこちらを読んでいただくとこれを同期プログラムから読んでいただいてでこの API の中にこの属性マッピングですね 属性マッピングが用意されていますので、属性マッピングを設定していただいて、呼び出していただくと、プロビジョニングサービスに情報が流れ、プロビジョニングサービスからエントラ ID の方にデータが流れていって、エントラ ID に情報が登録されるということになります。オンプレミスの場合も同じですね。オンプレミスの場合にも同期プログラムから オンプレミス用のアクティブディレクトリー用のエンドポイントを呼び出していただいて、そこから情報がオンプレミスに流れていくということなんですが、この時にですね、必要なものがあります。それが何かと言いますと、プロビジョニングエージェントというものがありまして、これをですね、あの、アクティブディレクトリードメインサービスの方にインストールしていただく必要があります。このプロビジョニングエージェントというのはですね、あの、これまた後ほどお話ししますけれども、えっ、ー、と、エントラッ エントラクラウドコネクトっていうのを、クラウドコネクト、ありません。クラウドシンクですね。すみません。これ書き間違えてますけれども。エントラクラウドシンクというものがありますけれども、このクラウドシンクを使うときにインストールするエージェントと同じものです。これを使っていただいて、このプロビジョニングサービスからアクティブディレクトリに入ってきた情報、これをアクティブディレクトリに登録すると同時に、これを使ってアクティブディレクトリから エントラクラウドコネクトに同期するということがですね、できるわけですね。ですので、あの、ハイブリッドで使っている場合ですね、アクティブディレクトリーとエントラ ID、両方使う必要があるといった場合には、一旦オンプレミスのアクティブディレクトリー側にエージェントを使って同期を行い、 さらにそこからクラウドシンクまたはエントラコネクトですね、まあ、皆さんよく使ってらっしゃると思います、どちらかを使ってエントラ ID の方に同期をしていただくというような、まあ、こういった流れで,です、ね、エントラ ID とのハイブリッド関係というものを作っていただくということになります。で繰りり返しになりますけれども、まあ、どどもちらののの先ほどのです、ね、エントラ ID 用の API ですね。エンドポイントですね。それからオンプレミス AD のエンドポイント。どちらを使うにしても、やっぱり同期プログラムの作成というのはどうしても必要になってしまうんだっていうところはですね、覚えておいてください。ただ、朗報があります。それが何かと言いますと、 えー、この動機をです、ね、ネイティブにサポートしている仕組みがあ、えー、とサービスがあります。それが何かと言いますと、クラウド版のワークデイですね、まあ、有名な人事システムです。それからクラウド版のサクセスファクターこれも同様ですね、有名ですね、えーと。こういったクラウド版の人事システム、ワークデイもしくはサクセスファクターというものを使って、サクセスファクターズを使ってらっしゃる場合には、専用のプロビジョニングのエンドポイントが用意されています。 え、これで書いてるのは Workday の方なんですけども Workday to Entra ID Provisioning というエンドポイントですね。それから Workday to AD User Provisioning Active Directory User Provisioning という API が用意されていますので、これを使って Workday が持ってる、これクラウドですね。 クラウド上にあるワークデーが持っているこの API をこのプロビジョニングのエンドポイントが呼び出して情報を取り出すというようなことを行います。で取り出してその取り出したデータをオンプレミスのアクティブディレクトリに同期をする、もしくはエントラ ID に同期をするというようなことをです、ね、やってくれるということですねで。さらに面白いのはですね、ここに ワークデライトバックという API。これもですね、実は公開されてるんですね。で、これ何するかと言いますと、エントラ ID に書き込まれた情報を人事システムにライトバックするという仕組みです。例えばなんですけども、人事システムにはもしかしたらメールアドレスというのはまだ入っていないかもしれません。そのメールアドレスの生成というのは、人事システムから情報が入ってきて、そこから、例えばプロビジョニングシステム、 の中でメールアドレスを、例えばそのなんかいろんな組み合わせによってですね、メールアドレスを生成し、生成したものがエントラ ID に登録される、もしくはオンプレミス AD を介してエントラ ID に登録されるというようなことがあるかもしれません。ですのでメールアドレスというのは今ここ、 汚くてごめんなさいメールって書きましたけども、エントラー D にしか今メールアドレスないんですね。人事システムはないんですね。ですので、人事システムの方にメールアドレスをちゃんと格納しておきたいといった場合には、このメールアドレスをライトバックサービスのライトバック API の方に渡してあげると、ライトバック API がワークデーの方に書き戻してくれるという、まあ、こういったサイクルをですね作ることができるということです、これ非常に便利な API ですので、ぜひ使っていただきたいと考えております。 でこちらもです、ね、同じようにギャラリーの方に公開されています。 えー、こちらがですね、えっ、ー、と、アクティブディレクトリー用のワークデーのプロビジョニングサービスですね。えー、こちらが、えっ、ー、と、エントリー D 用のプロビジョニングサービスということになりまして、もう一つ、こちらにあるのが、ワークデーのライトバックというものになりますので、この三つをうまく使っていただいて、えっ、ー、と、人事システム、クラウド上の人事システムからエントリー D、もしくはオンプレミスのアクティブディレクトリーに同期を取っていただく、もしくはライトバックしていただくということになります。え、サクセスファクターズに関しましても同じですね、えー、三つの API が公開されている。 ということになります、はい、でここまでですね、えー、ちょっと駆け足だったんですけども、えーと、プロビジョニングサービスを介して、エントラ ID、もしくはオンプレミスのアクティブディレクトリに対する動機、この青い線ですね。青い線の方の説明をさせていただきましたけれども、当然これだけでは、えー、ユーザーはアプリケーションがすべて使えるようになるというわけではないですよね。まあ、例えばアプリケーションが アクティブディレクトリーで認証しているということであれば、もうこれだけで、アクティブディレクトリーに同期するだけで、ユーザーはアプリケーションを使えてしまうかもしれないんですけれども、まあそんなアプリケーションだけではありません、えー。独立したアプリケーションというものもありますし、それが SQL サーバーを使っている場合、もしくは Linux 上の LDAP を使っている場合なんかも当然ありますと。で、クラウド上にはクラウドの SaaaS アプリがありますけれども、これはこれでですね、独自の認証基盤を持ってたりもしますので、 IDP と書いておきますけれども、独自の認証基盤を持っていたりしますので、やっぱりあの何らかの動機を行って、その例えば、Salesforce だったりとか、BOX だったりとかですよね、ユーザー情報を同期してあげる必要があるよねというところで、ここからはです、ね、アプリケーションに対する動機というものをです、ね、見ていきたいと思います。はい クラウドアプリケーションへの同期ということなんですが、クラウドアプリケーションに同期をする場合にはですね、条件が一つあります。それが何かと言いますと、スキムエンドポイントをサポートしていることということですね。スキムエンドポイントをサポートしていれば、エントラ ID から情報を取り出して、これをスキムエンドポイントを持ったクラウドの s a ズ s サービスの方にですね、同期をすることができます。 でもしスキムエンドポイントを持っていない場合はどうするのかということになりますとこれはです、ね、スキムエンドポイントを作ってくださいというふうにベンダーさんに依頼していただくかもしくは間にちょっと自分たちで別のアプリケーションを挟み込んでこれにスキム そこにスキム、スキムエンドポイントを実装し、えー、そこから同期していただくみたいな、ちょっと、あの、一手間かける必要があるかもしれません。まあ、これはですね、アプリケーションによって対応の仕方が変わってくるところではあるんですけども、まあ、スキムエンドポイントをサポートしていること、これがですね、条件になってきます。ただし、ギャラリーの中でこういうマーク見たことないですかね。この、こう、なんてうでしょう。 お互いが絡み合ったようなマークですね。これが何かと言いますと、これはすでに同期用の仕組みがマイクロソフトによって提供されてますよというマークなんですね。例えばこちらにある通り、ちょっと小さいに見づらいので拡大しますけれども、よいしょ。はい。この中に、えー アトラシアンクラウドというのがあったりもしますし、AWS シングルアカウントアクセスとか BOX とか Cisco、まあの We WebX ですとかいろいろありますよね。そういったところに同じマークがあるのがわかるでしょうか。このマークがあるということは、 エントラ ID を源泉として、そこから ID 情報をアトラシアンとか AWS に同期をすることができますよ、それ専用のプログラムがもう用意されているので、皆さんは作る必要がありませんよということを意味しております。ですので、あのまず皆さんにやっていただきたいのは、えっと、ギャラリーで自分たちが同期したいアプリケーションが、このギャラリーの中に登録されているかどうか、それからそのギャ,レギャラリーの中の,そこのサインを見ていただいて、マークを見ていただいて、同期マーク マークが表示されているかどうか、これをまず確認してください。これが見つかれば、もう皆さんはやることはただもう同期の設定をしていただくだけです。で、これがもしない場合には。 のの仕組みを何らかの形で作っていただく必要があるとその際に、アプリケーションがスキムをサポートしていればスキムのエンドポイントにつなげていただければ OK ですしスキ i ムをサポートしていない場合にはその間に何何らかのスキ i ムからのリクエストをそのアプリケーションに取り込むためのインターフェースに変換するようなプログラムを作っていただくというようなことになるということでございます。 それから、オンプレミスのアクティブディレクトリあ、ごめんなさい。オンプレミスのアプリケーションですね。オンプレミスのアプリケーションに対して同期をする場合にはどうするかと言いますと、こちらもですね、オンプレミス用の同期の仕組みが提供されています。それが何かというとですね、ここにあります ECMA ホストというものがあるんですね。これが何の略かですね、ちょっとググってみてください。ECMA ホストというものがあり、あの、ありますというのは、これを作るんですね。ECMA ホストというものを作りまして、この中にコネクタ コネクターといいうものが用意されていますでそのコネクターの中には、ちょっと小さいので拡大しますね。よいしょはいえー、この中には、ですね例えばその一番上にありますが、スキムのエンター、スキムのコネクターがあったりですとか、SAP の ECC コネクターがあったりですとか、まあ、通常の REST のエンドポイント用のコネクターとか、PowerShell のコネクターとか、SQL サーバーのコネクターですとか、それから、よいしょと。 LDAP コネクタといったものもありますし、もしここの中にコネクタ、適切なコネクタがない場合には、独自にカスタムコネクタを作ることもできるということですねで。こういったコネクタを作ることによって、このコネクタを介して、よいしょ。このアプリケーションに対して、おっと失礼しました。 アプリケーションに対して同期を行っていただくということになるわけですね。こういったコネクターが用意されていれば、比較的簡単にですね、あのこれ、厳選はすみません、言い忘れましたが、エントラ ID になるわけなんですが、エントラ ID からこういった経路で、 ECMA ホストの方に同期が入ってきまして、この情報が入ってきまして、ここからコネクタを介して、例えば SQL サーバー、コネクタを介して、SQL サーバーで情報を持っているアプリケーションに同期をするというような流れになってくるわけですね。なので、まあ、多くの場合はこのコネクタを使っていただければ、それで対処できるかなと思うんですね。まあ、特に、ま、あ 古いレガシーなものだしと、まあ、SQL サーバー使っているもしくは LDAP 使っているという場合が多いと思いますけれども、まあ、それに該当しない場合にはです、ねまあ、パワーシェルとかレストエンドポイントこの辺りを使っていただくのが、まあ、おそらく、えーまあ まんべんなくいろんなものに対応できるのかなというふうに感じております。まあ、一応スキムも用意されてるんですけど、オンプレミスのアプリケーションでスキムに対応してるアプリケーションって、まあそうそうないと思いますので、まあ、あのスキム対応してればラッキーみたいな感じではあるんですが、まあ、その他いろいろアプリケあの対応しているコネクターが用意されていますので、まあ、こちらを使っていただければ、いろいろと対応の幅が広がるのかなということですね。はい ですので、まあ、こういった方法を使っていただいて、えー、とエントラ ID ですねあの、繰り返しますけども、エントラ ID が厳選です、この場合は。エントラ ID が厳選なので、必ず何らかの形でエントラ ID にユーザー ID を登録するという作業がこの手前で必要になります。この手前で必要になって、そこのエントラ ID の情報から取り出してきて、動機をするということですね。この辺を注意しておいてくださいということでございます。 ここまでですね、動機のお話をしてきたんですけども、じゃあこの動機をしたら全て終わりなのかというとですね、当然それだけではないわけですよね。ID プロビジョニングをした後にはですね、まあ、その他の作業というのは当然発生するわけです。えー、具体的な何かと言いますと、まあ、ここでは権限の話はしないんですけども、まあ、入社直後にはいろんな作業があるということで、例えば社内事務処理の案内だったりとか、まあ、メール出したりですとか、各種申請を提出するためのサイト、 にームユーザーを誘導してあげるですとかそこに対する URL を教えてあげるですとかもしくは Teams とか使っている場合には Teams のチャンネルに参加させてあげるですとかそういったようなですね ID を作る以外の作業というのもいろいろ当然存在するわけですねじゃあそこを自動化するにはどうするかというとこれまでの API だけですとなかなかそれが難しいんですねじゃあどうするかということで用意されているのがこの ID のライフサイクル ワーークフローというものになります、えー、こちらちょっと見ていただきますとです、ね、まず入社イベントってありますけれども、この入社イベントっていうのは、実は大きく分けると3つに分かれるんですよね、単なる入社っていうイベントじゃないんですね。入社前にやることと、入社した当日にやることと、えー、入社イベント、まあ、初日と当日って、まあまあ、ちょっと似たような感じなんですけれども、入社の初日、もしくはまあ入社当日以降ですね、以降にやることで、まあいく、いくつか入社に関連するワークフローというのは、よ いくつかあるわけですよね例えば入社前って何をするかというと、まあ、当然ユーザーアカウントを作成するっていうのは当然ありますよね、このとき気をつけなければいけないのは、ユーザーの有効か無効かっていうのは、これは当然無効化しておく必要がありますねまだ入社していませんので、ユーザー ID 使え,使えると困りますから、ユーザー ID は無効の状態で作成する。で、作成したら、えーまあ、本人に置く、本人はまだあのメールアドレス使えませんので、例えばこのオンボード用のメール。 これをですね、例えばその上長に送ってあげるとかですね、えー、上長からこのオンボード用のメールを、例えばその本人に転送してあげるみたいな、もしくは、えー、オンボ、こういう人が今度入社してきますよ、みたいな案内をチームのメンバーに知らせるためのメールを送ったりとか、まあそういったようなやり方がありますよね。で、その後ですね、え、ユーザーが、 入社初日に使うための初期パスワード、これを生成してあげて、パスワードを本人に送ることはできないので、まあ、例えば上長に送ってあげて、上長が入社当日にこれがあの初期パスワードだからということで渡していただくみたいな、そういった準備をするというようなまあ作業ですね。こういったこともですね、ユーザーの作成以外にやらなければいけないことで、それを例えば入社前の何日前に行うのかみたいなことをスケジューリングする必要が当然ある。 あるわけですよねで入社当,日当然ユーザーのアカウントは有効化する必要がありますし、えー、もし部署が決まっていればその部署のグループに入れてあげるという必要もあるでしょうし、えー、入社してきたユーザーに対して えようこそということで、ウェルカムのメールを送るということもあるでしょうし、入社のしてきた社員がチームのチャンネルに参加するということもあるでしょうし、こういったところもですね、あの自動的にワークフローで流していくということですよね。まあ、こういったようなことをですね、あのワークフローを使うことによって自動化していくという必要があるわけです。でそうしたまあ作業を効率化するためにですね、何が用意されているかといいますと、これは別のライセンスになるんですけれども、 エントラアイデンティティガバナンスというライセンスが用意されています。この中にですね、ライフサイクルワークフローという機能が用意されていまして、先ほどお話ししたような、例えば入社とか移動とか退職に伴って発生する様々なワークフロー、 に関連するテンプレートが用意されています。ですので、このテンプレートを活用していただいて、もしくはカスタマイズしていただいて、皆さんの会社における自動化したいワークフローを作り上げていただくということをですね。で、その作り上げる際に使っていただくのが、ロジックアップというものでございます。ロジックアップスですね。ロジックアップスを使って、Azure のロジックアップスですね。汚い字でごめんなさいね。 Azure Logic Apps というものを使っていただいて、Azure Logic Apps の中で、これをして、これをして、誰かの承認を得て、メールを送ったり、うんぬんかんぬんみたいな処理をですね構築してもらうということになります。でまあ、こちらテンプレ、上の方うがテンプレートなんですけれども、いやこのテンプレートの中にあの、テンプレートのタスクの中に、ですね自分たちの特,設あの特別なこうプロセスが入ってないといった場合には、今お話ししたように、このロジックアップを使っていただいて、まあ、独自のプロセスを作っていただくということももちろん可能ですということでございます。 で、実際の画面というのはこんな感じです。これがですね、あの、アイデンティティガバナンスのテンプレートのワークフローの選択画面、テンプレートの選択画面ですね。えー、見ていただくと参加するユーザー、これちょっと、あの、日本語にするときにちょっとおかしくなってますけども、まあ、要参加するというのは、要は、えー、入社してくるってことですね。えー、多分英語だとジョインと書いてあると思うんですけども、まあ、入社してくるユーザーに関するワークフローがあったりですとか、移動に関するワークフローがあったりですとか、まあ、辞めるユーザーというのは退職ってことですね。退職するユーザーに関するワークフローがあったり こういったテンプレートが用意されていますので、このテンプレートを選択していただくということですね。で試しに、この一番前にあります、えー、採用前の従業員をオンボードするという、えー、ワークフローが用意されています。えー、こちらですねよいしょ、はい。見えるでしょうか、えー。採用前の従業員をオンボードする。これ、採用前ですから、えー、なんでしょう、まだアカウントは有効化する。 ということはしませんし、とか、いろいろ気をつけることはいろいろありますけれども、これに関して、例えばどんなことをするのかというところをですね、見ていきますと、 はいまあ、こんな感じで,です、ね、採用前に、えー、ということですのでその採用の何日前にこれを行うのかというような設定があるのがここで見ていただけるかなという,ふうに思います、えー、入社当日の、えー、入社というイベントが発生する7日前というふうにここでは設定してますねエンプロイハイヤー・デイトって書いてありますけども入社する日の7日前にこのワークフローを実行しますよというような設定になっていますでこれを7日前に実行して ユーザーの情緒に対して初期パスワードを送ってあげたりですとか事前準備をしてあげると当日のオンボーディング入社準備ですね当日の入社準備というものを速やかに流れていくようにですね準備をしておいてあげるというようなことをですね事前に設定しておくということになりますさらにオンボードに関しましてですねこのワークフロー例えばそのオンボードのプロセスというのがすべての部門で一緒かどうかは分からないですよね。 例えば営業部はこういうプロセスだし IT 部門はこういうプロセスだしマーケティング部門はこういうプロセスだしという、まあ、分かれている場合がありますのでこういった場合にはでですすねねここちらです、ね、この条件式を使っていただいてデパートメントがどの部門の場合にはこのワークフローを実行しますよみたいなこの対象ユーザーをですね絞り込んで設定するというようなことも可能となっております。 でさらにですねこちらは、ねえーまあ、どういったタスクを実行するのかということで今ここではですね1つだけタスクが書いてありますけどもこちらですね、えー、TAP と書かれてますけどもこれはテンポラリーアクセスパスコード一時パスワードですね一時パスワードを生成してこれを冗長にとりあえず送っておくっていうような、まあ、そういったものになっています。ちょっとと横の方にこう移動して見てみますと この内容というのは、一時的なパスワードを生成して、これを上長まあマネージャーに送って、マネージャーが当日、これがあなたの初期パスワードですよというふうに渡していただくみたいなプロセスを実行する。自動的に行っておくみたいなことをですね。で、これはもちろん、あの、タスクの追加というですね、ボタンが用意されてますけども、この辺ですね。 こちら使っていただくことによって、タスクをです、ね、あの追加していただく、もっと複雑な処理をしていただく、するように設計するということももちろん可能ということになっています。 ということで以上ですね、あの、大きく2つのお話をしてきました。1つは Microsoft Entra ID プロビジョニングサービスというものがあって、これを使うことによって、どのように人事システムを厳選とした ID 生成ができるのかというお話ですね。これを使うためには、Entra のですね、P1。 少なくとも P1 ライセンスが必要になりますのでご注意ください。それからもう一つは ID を作った後ですね。作った後でその ID にまつわる入社の準備だったりとか、ま必要な 手動で今までやってきたようなことですね。そういったものをいかに自動化するかというワークフローを作成する機能としまして、アイデンティティガバナンスという機能が用意されて、サービスが、ライセンスが用意されています。これもですね、アイデンティティガバナンスというライセンス、独立したライセンスですので、こちらが必要になりますので、こちらもご注意くださいということです。こちらを2つ使っていただいてですね、まあ、入社から退職までの、まあ、様々なプロセスというものの自動化をですね、うまく設計して、できるだけ人手を介さずにですね、間違いが発生しないようにワークフローで自動 プロセスで処理してしまいましょうということでございます。このセッションではですね以上でございます。ご清聴ありがとうございました。